皆さん、江南市高谷町にある分譲住宅清風園はご存知ですか？私もお邪魔してきたんですが、とっても素敵な分譲住宅でしたよ。それではこちらの VTR をご覧ください。こんにちは。こんにちは。なんだか変わったユニークな作りになってますね。そうなんです。このスキップフロアっていうのは何ですか？スキップフロアというのは、はい、このように半階ずつずらして構成されたフロアのことを言います。あ、半階ずつになってるんですね、はい、早速ちょっとこの上に上がらせてもらってもいいですか？はい、どうぞお上がりくださいませ。はい、こうワクワクする作りになってますよね。そうですね、こう段差がありますのでワクワクする作りになっております。あ、ここもリビングですか？はい、こちらがリビングになっております。リビングで、はい、すごくなんかこう一体感があると言いますか、結構距離が近いので、はい、いいですよね。そうなんです。このように段差を作ることによって、はい、実際の面積よりも広く感じることができます。あ、これだとなんかホームパーティーするのにもすごくいいですね。そうなんです。他にも何か特徴はありますか？はい、こちらはこのようにリビング階段になっておりますので、はい、このリビングでくつろいでいるときにご家族の方が帰ってきても顔を合わせることができます。はい、そうすると家族でしっかりコミュニケーションも取れますし、はい、安心ですよね。はい、それからちょっと気になったんですけど、この下の部分っていうのはどうなってるんですか？はい、実はこの下の部分はすべて収納スペースになっております。収納スペースなんですか？はい、実際に見せてもらってもいいですか？はい、どうぞこちらへ。はい、あ、先ほど上の方に気を取られていたんですけど、こちらに扉があったんですね。はい、実はこちらが収納スペースになっておりますので、はい、じゃあちょっと開けさせていただきます。はい、どうぞ。おー、あ、広いですね。はい、この中は約4畳ありますので、はい、すごい使い勝手のいい収納スペースになっております。はい、この横の部分はどうなっているんですか？実はこの横の部分も、同じ大きさの収納がありまして、はい、こちらは外から出し入れできるようになっております。便利ですね。はい、でもこれだけスペースがあると本当にしっかり収納できるので、はい、安心ですね。はい、もう収納力が優れたお家になっております。はい、ちゃんとね、中に明かりもありますし、はい、これだと物をしまった時にね、出し入れもしやすいですね。はい、ちなみにこのお家は何階建てになるんですか？はい、こちらのお家は 2.5 階建てに。2.5 階建て、はい、なかなか聞き慣れない感じですけど。そうですよね、ないですよね。はい、お部屋数はいくつあるんですか？はい、お部屋の数は5つあります。結構たくさんあるんですね。はい、いや、これは本当に作りもね、ユニークなので、お子さんも生活してて楽しいですし、はい、いろんな使い勝手があって本当にいいですよね。はい、今日はいろいろとご紹介いただいてありがとうございました。 ありがとうございました。皆さん、清風園にはとっても素敵なお家がたくさんありますので、今出ているホームページをぜひチェックしてくださいね。